はい、はい、では今週の質問コーナーです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今週もいただいております。はい、こんにちは。こんにちは。パスタが好きなのでよく作るのですが、麺がベタっとしてどうしても美味しくできません。トマトソースやオイル系何でも好きなのでコツを教えてください。はい、ちょっとねベタっとしてしまうっていうのがちょっと分かんないんですが、まあくっついちゃうってことなのかな。私たちだと麺を茹で上がるタイミングでソースもできて、茹で上がったらすぐ入るような感じで作ってるのでベタつくってことはないと思うんですけど、ちょっと先に茹で上がってしまったらオイルでね少しあえておくとかしたらいいんじゃないかな。あとどうしてもタイミング難しいので少し固めに30秒ぐらい早めに麺を上げるとかっていうこともしてもいいのかなと思います。どうですか。はい、いいそうです。はい、たっぷりのお湯とかもありますもんね。そうだね、お湯の量もあるね。家庭だとねないよね、パスタもこう踊らないような感じでね入れてる方もいるかもしれないので、たっぷりのお湯で麺がこうね少し揺らぐような感じで入れてもいいと思います。はい、はい、やってみてください。はい、参考になったでしょうか。はい、ではリクエストどんどんお待ちしております。はい、どうもです。はい、また来週もお願いします。